最近ってこれパッドみたいなのね、その、なんだこれ。なんか電磁がうんってね、なんか電磁が出んだっけ。で、じゃあ、どうしよう。これが一番かくよ。こんな人たちにはいけない。それとか防御もせんと。危ないですね。パクみたいなやつはね、その、まあ、まあ、みたいな女のこと利用できへんから、ガンガンに怒ってん。自分の女になれへんからの一種。一変態ってやつ。一変態。パクは一変態だな、確かに。一変態だ。つぼった。学術用語のつもりが飛んだつもりだった。最初はね、うお、来た、お辻やと思ったんだけど、西原がお辻知らんわけないもん。もし知らんかったら、潜りやねん。暴力団西原さん、潜りやねん、そのこと知らんかった。まあ、手話回って気づいたときに、やったー、ラッキーって言ったら、全然利用できへんかって、そうか。 うちのことよう利用せえへんキャラなんやな、それ西浦。 それもあるけど、家がな、西浦の家柄がな、遊郭の世間頭って 人類の敵、女性の敵っていう、そういう家柄なのが、まあ、致命傷やったな、西浦の場合は。 でもどうしようもないな。うちが来たらもう諦めな感じ。うち乗り込んできたときいきなりタクシーの運転手さんに、西浦を潰すって宣言したじゃん、だからさ。そんな広場に決まってんよ、花から。タクシーの運転手さんに言ってんだよ。分かってって言ってます。もちろんタクシーでどんな世界か。運転手になったことはないけどね、割と知ってるもん。よく喋るもんし。よく喋る客ってカテゴライズされたんだから。じゃあ、運転手さんもよく喋ってくれはんねんで、ね。もう、親子2代にわたってね、おかげさまで、お世話になっております、母とうちと、タクシー運転手さんがね、タクシー業界には。毎度毎度どうも、お気に。全国に広まったんちゃう。だから、どう、タクシー乗ってさ。それは歌舞伎町運転手さんにも広まってるわ、そら。勝利の方程式って感じだろ。遊郭暴力団潰したいとか、タクシー乗ってさ、もうみたいな。そんな方程式やめてほしいってな。山口組が真っ青だったしな。潰されへんぞ、言うたかって。 うちからここまで来れたんでもない。あらかじめ何かしら誰か潰してくれてるやん。最後もうほとんどデザート程度になった。はい、おじさんって。 西浦に関してはな、あれがデザート。パクトラーがいる。あれデザートかな。さすがの、だってうち、おじいさま好きやもん、基本な。さすがの、ちょ、あれはいらんわ。